ティンダロスの猟犬ティンダロスの猟犬は、ウィアードテイルズ史1929年3月後に、掲載されたフランクベルナップロングの小説、および作中に登場する架空の生物である。本作は、ロングのクトゥルフ神話、第2作であり、怪物、ティンダロスの猟犬の初出作品であり、日本では、大滝圭介によって訳されたバージョンが、 青新社から出版されたクトゥルー語に収録されている。アズママサオはクトゥルー神話辞典にて角度を通って襲来する異次元の魔物という卓抜な着想で知られるロングの代表作と解説している。ラブクラフトも直後にティンダロスの猟犬の設定を自作に輸入しており神話に組み込まれている。またロングも 本作の発表から55年後の1984年に発表したゲートウェイツーフォーエバーに両権を再登場させている。こちらの作品は日本では見本役。パートリッチビル在住のオカルト作家ハルピン・チャーマーズは神秘的な幻覚剤、両端を服用して時間を遡るため知り合いのフランクに立ち会いを依頼する。幻覚剤を飲んだチャーマーズの意識は どんどん時間を遡っていき、ついには、生命創造以前の世界へと至る。そこで彼は、不条の猟犬たちに出くわし、匂いを嗅ぎつけた彼らに追われる恐怖に怯える。そして、角度を通ってやってくる猟犬たちをやり過ごすために、部屋の内側の角を石膏で塗り固めて丸い空間に、閉じこもるなど、その気候により、フランクを呆れさせる。ところが、 数日後に町を襲った地震によって石膏が剥がれ落ち、角度が露出する。その後、チャーマズの多殺死体が発見される。遺体の損傷度合いの割に血は全く流れておらず、死因は毒殺と疑われる。学者たちが遺体に付着していた謎の青い粘着物を科学分析したところ、間違いなく生物のものでありながら、 生命活動に必要な酵素が全くないという、矛盾した結果が得られる。時間が生まれる、以前の超太鼓、異常な角度を持つ空間に住む不浄な存在とされる。絶えず、上、そして非常に執念深い。四つ足で、獲物の、匂いを知覚すると、その獲物を捕らえるまで、時間や次元を超えて永久に追い続ける。猟犬と呼ばれているが、犬科の生物というわけではない。 ただシロングのゲートウェイツーフォーエバーでは、おぼろげながら狼めいた姿と描写されており、外見的には似ていることもあるらしい。物品の破片といった120度以下の鋭い角を通って出現するという性質があり、出現時は青黒い煙のようなものが噴出し、それが凝って、ティンダロスの猟犬の実体を構成する。その実体化の直前、 ひどい刺激を伴った悪臭が発生するので襲来を察知することができるが、その時点ですでに手遅れとなっている。古代ギリシア人によると、彼らから身を守る唯一の方法は、身辺のものから一切の鋭角をなくし、曲線のみで構成することであるという。こちらの世界に姿を表す時の特徴的な形態として、太く曲がりくねって、 鋭く伸びた注射針のような舌と、原型質に似ているが酵素を持たない、青みがかった脳症のようなものを全身から滴らせる、様が描写されている。創造者のフランクベルナップロングは、猟犬たちを不条の体現と称している。ロングは、正常と不条があるとし、正常は、局面から、不条は、角度から現れるとした。人間世界の善悪とは、 端から異出ということを強調しており、後のダーレス神話の旧神 VS 級支配者の善悪スタンスとは異なっている。ロングはティンダロスの猟犬たちを前作、喰らう者ども同様に、おあい、不潔の存在として描いている。ラブクラフトは、友人ロングが創造したティンダロスの猟犬を実作に取り込み、直接登場させこそしなかったものの、間接的に言及し、 アザトースと何らかの関わりある存在であることを示唆した。これを踏まえて、リンカーターは、ティンダロースの猟犬たちをアザトースの従者とした。ロングは1979年にザ・ギフト・オブ・リカントロピーという小説を発表している。これは、ロバート・ E ・ハワードの談笑をもとにした、連作短編の第12章として書かれた作品で、主人公は人狼化することによって、 キンダロスの猟犬を刺激できるようになったという設定である。カーターは、ラブクラフトの記述を受けて、猟犬たちの父母たる存在を、の水陸特うとんとした。E.P. バーグランドは遺説を提唱し、猟犬たちの出自を、マイノグーラが主部イコールニグラスと交わって生んだ、落とし子たちとした。エリザベスベアの、被弾性衝突では、分け合って、人間界に追放され、 人間社会で生きるティンダロスの猟犬の姉妹が描かれている。また、ベアとサラ・モネットの合作であるマングースにはチェシャ猫と呼ばれる生物が登場するが、これはティンダロスの猟犬が幼い形成熟したものという設定である。ブライアン・ラムレーの作品では猟犬の容姿が異なり、翼ある存在として描かれる。また彼らの宮殿、ティンダロスの遊雅、 時間界を報告している。ローレンス・ジェイ・コーン・フォードの万物妖怪駅によると、ハイパーボリア大陸の黒魔術師である、黒のベルハディスは、猟犬、ルルハリルを、休憩の魔術席に閉じ込めて、敵の抹殺に刺激したという。この石は、敵対勢力に奪われ、ベルハディスが破れた後、猟犬、ルルハリルは、錬金術師エノイクラを抹殺するために差し向けられたが、 エノイクラの作り出した万物妖怪液により撃退されている。ピーター・キャノンのザ・ハウンド・オブ・ザ・パートリッジ・ビルズには人間の男性とティンダロスの猟犬の間に生まれた子が登場する。外見は普通の人間と変わらないが子供を作ることができないとされる。なお、この作品におけるティンダロスの猟犬は人ゴを放すが、ハルピン・チャーマズを殺害したのはあなたかと尋ねられた。 時は、無礼な質問であるとして、回答を拒んだ。TRPG においては、ティンダロスの猟犬たちには、強力な王たちがいるとされている。時間が生まれる前から降り、角度を司るティンダロスの猟犬たちは、時空と局面を司るヨグソトースと対立していると、いう。特に強大なる、大君主ミゼアは、外なる、神クラスの化け物とされる。また、 ティンダロスの猟犬が分泌する衝撃を注射された人間は猟犬と人間のハイブリッドと化すという設定がアンシーンマスターズ諸州のザワイルドハントにある。ニール・ゲーマンの推測の周作はビクトリア時代のイギリスで緑色の液体にまみれた残殺死体とラッヘという署名が残された殺人事件を探偵捜査するというシャーロック・ホームズの異分伝であり、 ストーリー的なギミックがある。ありがとうございます。